アイロムコニションの内容です本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は2013年度の早稲田大学の問題です、えー、と一見すると i が入っているので数算の複数平面の問題かなというふうに思いがちですけどね、えー、とまあ、まみ、あ、わかる人はというかやってみて、えー、まあ、N 乗を計算するということなので うんまあそう捉えてしまう人もいるかもしれないですけど実際は数列と整数の融合問題ですまあよくある例えばベル方程式関連の例えばえっ、ー、と二たすルート三の n 上のえっ、ー、とまあ整数部分を a れート三の係数を b とした時のまあその a と b の関係みたいなものと同類の問題ですねだから類題はまあ結構ある タイプの問題と言えます。というわけで、まあ、旧定大とか総計レベルの受験者にとってこの問題はちょっと差がつく問題ではないかなと思います。まあえっ、ー、とそうですね。カッコ1はその流れにとらわれなくても強約素数を取るだけで実は解けてしまうんですね。だけどえっ、ー、とまあ、連立全化式を作り AN はもともとその整数になるってことが分かんなきゃいけないんですけど、えー、整数になってしかも5の倍数でゃないってことは全化式から示すで、えー、と1と3を用いて4を示すっていうような流れになりますはいそれでは実際に解いていきましょうまず1番ですねこれ1番はえっ、ー、と Z イコール1たす2ルート 6i なので強弱、まあ、素数考えると、まあ、なんでこれ考えるのかって言われるとちょっとねあのまあえっ、ー、と、まあ、そうするとできるとしか言えないんですけれどもねこれ1の2乗足す2ルート6の2乗になるじゃないですか。えっ、ー、とまあ展開して計算してもいいですけどこれ大きさの2乗になるので、えー、と1の2乗足す2ルート6の2乗になるんですね。2ルート624ですから25になるわけです。 ですかでこれ絶対値の二乗ですよねだから絶対値が5だっていうことも分かりますこねえっ、ー、とこの辺は別にあのー、数3の範囲で,ではないですよねまあ普通にその数2の複素数,数の範囲でもあるかなと思いますでまあ z の n 乗が an+bn っていうふうになってますね bni でえー、っとこれ強約複素数取ると、えー、強約複素数の n 乗も、えー、強約取ってから n 乗に等しいのでこれ両辺の強約複素数を取るとこういうふうになりますえー、っとだからここの部分は z の n 乗のバーでもあるけど z バーの n 乗になるってことですねいいですかでまあこれとこれ掛け算すると同じように z の n 乗と z ととのえっ、ーえー、n 乗のバーの掛け算ですけれども an+bni と an-bni は、えー、an の2乗足す +bn の2乗になるんですねでえっ、ー、と一方でこれ、えー、と先に zz バーを計算しちゃえばいいじゃないですかだから一方で えー、z の n 乗 z バーの n 乗っていうのは zz、えー、z バーの n 乗であるので zz z バーはさっき計算した25ですよね25の n 乗になるので5の 2n 乗になるとしたがってこれから、えー、目的の式が得られるっていうわけですこうですね ここれが示せたところになりますいいですか、ねまあこの方法だとそのあとがちょっと続かないかなと思います。えっと三番ちょ2番はしょってるんですけど、えっと、3番は5の整数倍5の倍数でないことを示せっていうことですけどまずこの Z,、えっと、Z の N 乗の AN の係数ですねこれ整数になるってことはまあ分かるかなと思うんですね。 んでかっていうと,、えー、と N 乗をした時にこの虚部のところですねも、えー、ともとにルート 6i っていうのが虚部になってますで実部に変化する時にはこれを偶数乗した場合なんですよね2形乗した時に i が、えー、と i の2乗ができてえっ、ー、と虚数が実,実数に変わるわけですでも偶数乗するってことはこのルート6が 取れるってことですね6に変わるのでルートが取れるわけですよね。で必ず奇数上だと i が残ってしまって、えー、と虚部の方に回るわけです。だから、えー、と実部になるんだとしたら偶数上するしかないわけですね。えー、と4で割って2余る時はマイナス1になり4で割って4で割り切れる時は i の4乗は1なので1になる。まあ、いずれにしろ プラスマイナスのできるものの整数同士のプラスマイナスになるわけですだから、AN、は整数になるってことがわかりますよねでもこの式からだけだとその5の倍数だっていうのがちょっと言えないと思います。でどうするかっていうとまあさっき言ったけれども全化式ですねこれを作らなきゃいけないんですね。 はいということでまあちょっと一番はねこういう方法もありますっていう形でえっ、ー、と紹介をしましたけれどもえも、ー、ともと全化式を最初から作りに行ってもいいかなと思いますというわけで1、えー、からやり直しをしますどうするかというと z の n+1 乗はえっ、ー、と z かける z の n 乗ですよねで 作り方はまあこれ、えっと、例題と同じですね例題というか、えっと、よくある参考書の例題と同じような作り方をすればいいわけです。an たす、えっと、bni ですね。でこれ計算したものその係数が zn たす1、an たす1と bn たす1になるわけですで。これ展開すればいいわけです。で、えー、展開すると a n ス2ルートく bn。 で足すことの2ルート 6An+Bni す I と,となってこれが An+12 すにこれが Bn+1 すになるわけですね。ということで連立全化式ができます。 まあ、先ほどの1番の問題ねこのこれを先に導いてしまって an+1 の2乗と、えっと、bn+1 の2乗をこれ計算してもできますねえっとだから a n 2ルート6これ別解ですけども先ほどもう証明してしまっているので、まあ、あえて証明する必要はないですけど一応参考のために、えっと、言っておきますこれ計算すると、えっと、両方とも25になって 25倍の an2 乗足す bn2 の2乗になるんですよだからえっ、ー、と an の2乗足す bn の2乗っていうのは、えー、初項が25で公比が25の等比数列になるってことですねここが公比になってるってことですねこの数列の次の項これじゃないですかだからこれを1セットで考えた数列を考えると次の項が25倍されてるわけですねだから えとこれで全化式が解けて AN の2乗足す BN の2乗は、えー、と初項が、まあえー、と25なので、えー、と AN の2乗 2> <laughs> AN の2乗足す BN の2乗が初項が25で公費が25ですからこうなって25の N 乗 でこの22年上とこうやって証明してもいいかなと思います。これ1の別称章ですね。というか、本来こうすべきなのかもしれません。まあ、教育不足数取ってやると、後が続かないという意味で、まあ、えー、こうすべきですかね。うん。はい。で、えっ、ー、と、問題はその5が、 えっと、AN BN は5の倍数でででないいっっててことを示せっていう問題でしたよねで B N 邪魔ですよねね邪魔すだから、えっと、連立全化式の解き方として、まあ、いろいろなパターンあるので、えっと、そうですね例えば足したり引いたりする対称形になってるやつとかはいじくったことあるけど一般形は知らないとかだとちょっと困っちゃうかもしれないですけど、えっと、やり方は覚えておいてください。 まあどっちかについて解けばいいわけです。例えば、えーと、上の式を1として、下の式を2とします。で、えっ、ー、と、参考完全化式に帰着できるってことを覚えとけばいいですね。で要するに、どっちか消せばいいわけです。で、この場合は、AN を残したいので、BN を消すことにします。で、BN について解けばいいんですね。1番より、えっ、ー、と、1より BN について解けますよね。これ、BN について移行して、 an+1 も移行して2ルート6で割るとこういうふうになりますよね。ってことはその bn+1 もこの n のところに n+1 入れたものなのでこれを2番に代入するってことです。ここにもここにも代入するってことです。そうすると完全に bn 消えるじゃないですか。 でその際にこれ、えー、Bn+1 は Bn のところの n を n+1 に変えたものを入れないといけないので注意してくださいね。というわけで、えー、これを2に代入するわけです。そうするとえー、っと2ルート6分の、AN、a の n 一マイナス An+2 ですね。 えー、イコール2ルート6倍の an+bn ですから2ルート6分の an 引く an+1 とという形になるんですかねで分母払って、えー、整理整頓すると、えー、これから、まあ、ここちょっと端折っていきましょうか an+2 イコール2倍の an+1 マイナス25倍の AN というふうになります。はい。まああのー、実はね、この2番と飛ばしてるじゃないですか。この2番のこ問題がこの全化式を求めるっていう問題なんですね。参考完全化式を求める。AN の全化式を求めてその係数を求めるっていう問題を抜いてるんです。だから、えっ、ー、と、早稲田受ける人であっても、まあ、 えとこの手順を知らなくてもねまあ誘導に乗れれば解けるかなと思いますでもねこの問題は、えー、と鉄板なので、えー、とやり方が見えた方がいいかなと思いますその意味で2番を消しましたいいですかで、えー、とあとはこうキノコで証明してもいいと思うんですけど25っていうのが後ろにあるのでこれモッド5で考えていいですよね。AN、は整数でであるっってことを断った上で AN は整数なのでよりまあ合同式で考えていいってことですねつまり AN+2 は2倍の AN+1 のモッド5ということが言えますですよねでえー、っとこれは N が1以上のところだから22から始まってますよねだから2以降ずっと2倍されていくので 2倍されていくだけだったら5で永遠に割れないじゃないですか。だからこれはほとんどもう証明が終わってます、これで。だから、木の法を使うぐらいではないってことですかね。木の法を使うレベルではないかなと思います。もう,もうほとんど地名なので。だから、まあ、A1 が、えっと、1っていうことと、それから A2 もこれ計算して、あの、出すと、えー 1>, 1引けばいいんで2-25ですよね。ということは −23 ってことなのでえー、っと −23 ってことは、まあ、これ5で割れないわけじゃないですか。えー、っと問ド2で問答5で二ですよね。だから、まあ、この2つを調べた時点で、えー、っとここから2から適用できるのでこの式はね。2から適用できてえー、っとあと永遠にえー、っと an は えっと、ゼロでないということが言えます。ですね。これでいいじゃないですか。ということで、昨のを避けて、まあ、これで、えっと、処理した方がいいかなと思います。いいですかはい、じゃあ、えっと、はい、じゃあ、最後ですね、4番に行きたいと思います。4番は、えっと、 そうですね実数でないことを示せっていうことですけれどもまあえっ、ー、と全部実数でないことを示せってことなのでえっ、ー、とまあ例えば入り法を使うとしたらあるその自然数に対して、えー、Zn のその虚部が0になるってことは Bn が0になるとするとっていうふうにして入り法で示すのがいいかなと思います。えーとまあ、全部ででないいっていうことを木の方で 永遠に示していくっていうのもまあありかなとは思いますけれどもえー、っと、まあ、せっかくねこの1番の式を証明したので、まあ、こ,ここにある、えっと、BN が0だと0が入るってことじゃないですかそれ用いると、まあ、簡単にできますよねなんでかっていうと、まあ、あの入れてみれば分かりますつまりある自然数に対してある N に対して bn を0とするとえっ、ー、とこれ an の2乗足す bn の2乗って常にえっ、ー、と高等式で成立しているのでこうなるわけですよねつまり an の2乗イコール5の 2n 乗になって an がえっ、ー、とまあこれ絶対値取った方がいいかもしれないですね 絶対値は5の n 乗になるってことです。ってことはこれ5の倍数ってことじゃないですか。えっ、ー、と n は、えー、と3の5の倍数でないっていうことに反する3に反するってことですね。でよってその全ての自然数 n に対して zn は、えー、実数ではないと。全ての n に対して z の n 乗は実数ではないとというふうに証明すればいいかなと思います。まあこうやって証明する方がえっと流れ的にねあの自然だと思います。いろんな証明法あると思いますけれどねえっとこの三番と一番の等式、せっかく何のためにこれを使証明したのかっていう意味をね考えてみてくださいこれですね。 はい、えっ、ー、とすごくねその流れがつ,つかめるというか、えー、とうまくできている問題ですよねさすが早稲田の問題だと思いますはい、というわけで、えー、2013年度の早稲田の問題を解説しましたえっ、ー、と特にその大学に関してそのここをやりたいとかっていうのがあ特にないんですが まあ、国公立大学を基本的にはメインにあの考えてやっています。えー、っとまあ、総計以上ですね。早慶とかまあ、マーチの問題ってあまり出してないんですけど、えー、地方国公立とか医学部とかまあ、東大京大とかですね、えー、旧帝大以上の難関、まあ、大学の受験生を。うん、まあ、対象にえー、っと講義を行っていきますので、えー、今後ともよろしくお願いします。 はい、今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。